はい。今回のスタート地点はですね、枕崎港の横ですね。今日はですね、5月の3日、時刻は1時21分です。カメラを左にありしましょうね。もう少し行くとですね、枕崎市のを取材に来た、いわゆる旅分番組のほとんどがですね、ここに立ち寄るっていうところがですね、右の方とですね、まっすぐしよう。この右の方、お土産って書いてあるでしょう。こことですね、ここが地場センター、日本最南端の地場センターですね。で、こちらがですね、はい、話途中になったらですね、お魚センター。あ、多い、嬉しい。嬉しいですがよ。親戚がいませんけどね、ここにはね、嬉しいですがよ。それでですね、これからですね、あそこ、あ、そっか、これ、これを下ろすの忘れた。ここ右行きますね。今ほら、風車が見えるでしょう。あっち側に行きます。ちょっと待ってくださいね。ここは何橋とかっていうあれはないっけ？交差点にはないですね。交差点に全部この名前がついててくれれば私とは、助かるんですけどもね。さっきね、左側、ここの橋の手前を左側に行ったところが枕崎港なんですけど、そこもですね、そこはスラロームみたいにして、それとその今単車が行きますね。ほんでその向こうの最初の信号かな、あ、信号はなかったか。そこを左に行って日の上公園、そこには行きましたがよ。で、そこをね、ちょこっと歩き取りしました。でですね、はい、右行きますよ。あ、いいですね、ここね、ツタがこう絡まってですよ。建物時には 困るのかもしれないけど、なんか根がですよ、細いあれに、壁の傷に入ってとかあるんじゃないですかね。はい、ここ左行きます。ここがですね、あ、ここちょっとスラロームしてみましょうかね。白波が見えた。薩摩酒造。いや、ここの道通るの本当、本当何十年ぶり。あれですよ、お酒を飲まれる方なら知ってらっしゃるんでしょうけど、薩摩白波。あそこのメーカーですね。もう白波はもう古いのかもしれませんね。新しくいろんなのが出てるのかもしれませんね。ここは球場かな。まっすぐ行きますからね。こっちに来たことはないんじゃないっけ。あの反対側は通ったような気がする。あ、試合が行われてるんですかね。枕崎出身の方でですよ、ここでほら、いわゆる昔は軍隊会って言ったんですかね、そういうのがあって、ここでまずここで勝つことが、ここで勝たないといわゆる鹿児島の県営球場には行かないみたいなのがあるんでしょうね。
はい、ここ左行きますからね。あ、枕崎はいっぱい、あの、あれですね、スラロームするところありますね。へえ、そうか。こっち来てよかったですがよ。右の方にはね、川があります。ね、水通りはいない。あ、ほいで、その、ちょっとこのカメラには映らない、映ってないけど、左側にはですね、テニスコートがありますよ。何面もあります。8面ぐらいあるんじゃないですかね。あれですね、今気づいたけど、雲の形がいいですね。なんか、春らしいですがよ。そうか。今度、枕崎を来るときはあれです。ちょっとあの、Google で調べてから来ます。たまにはですね、そういうこともしないとですね、ここ左でしょうね。あ、これは右受けますカメラですね。あ、枕崎高校だ。あ、ちゅうことは、ここは学校のあれですかね。さっきのあの、グランドは。いや、やっぱりあれですよね。学校のやつは学校にあるでしょうからね。いや、これはあるでしょう。市のあれだと思いますよ。そうか、そうか。あ、あそこにほら、タンクが見えてきて、タンクというか、あれがあるけど、あれは焼酎のあれでしょうね。どっちに向けて、あ、まっすぐ向けたままの方がいいかな。あ、ここですね。ちょっと右向けますね。右に向けて、右に行こうか。右に行って、さっきの、あの、坊の津とか、あの辺りに行く道に出るんじゃないですかね。まあ、海岸端の道はね、あんまりね、迷うことないですがよ。ここですかね、あの道は。道家。あ、だと思います。違うけ。山田電機が出てきたよ。あ、ここは左行ってみよう。山田電機を見てみましょう。ちょっと待ってくださいね。ああ、でしたでした。こっちでよかったんだ。いやいや、今、多分右、さっきの右に、の道をまっすぐ行ってもよかったかもしれないけど、まあね、よかった。ああ、こっちの方もね、今、横をちょっとこう見たんだけども、スラロームするとこありますよ。でもちょっとまっすぐ走ります。たまにはねってあの、まあ、この動画を今日は何時間撮ってるのかちょっとわからないけど、朝はね、9時過ぎに出たんですよ。谷山、駅のあたりをですね。ですからね、結構取ると思うんですよ。10、11、12、12、13、うん、6、7時間取るかも。そしたらですね、
3週間分くらいのね、動画がね、ストックされるんですよ。それで、これで3週間でしょう、今日で。で、4月のね、30日にもですね、それぐらい撮ってますからね。ほんで、この後ですね、この後って今日じゃないですよ。また連休明けになるかもしれませんけども、北薩の方にも行くんですよ。そして、また国部経由のですね、鹿屋方面とかですね、志布志方面とか行きますからね。そしたらですね、5月だけでですね、5月と6月をですね、カバーできるぐらいのですね、動画がですね、集まるんですよ。ほんで、もちろんその間にほら、鹿児島市内のですね、動画なんかも入れますよ。で、それのメリットはですね、そんだけのストックがあるとですね、たった一本のためにですね、鹿児島の市内の場合ですよ、一本のためにですね、パッと走ってですよ、例えば、あそこはどこけ、昔のドルフィンポートの前に、帆船が、日本丸が、海王丸が、そういったものが、入港するというニュースが入った時に、バーって走って、で、パパパって乗ってですね、それを、その日か、次の日に、いわゆるニュースという形でですね、アップできるんですよね。そのためにはね、こんな風にしてですね、あれをストックをして、ね、ちょっと右の方をちょっとこう見たいでしょう。ほら、風車がこっから南薩摩市ですね。それでですね、今日はですよ、あそこのこの通り過ぎたあれがあるんですよ、展望所が、そこに寄りますね。それをリクエストしてくださった方、本当お待たせしましたですがよ、ちょっとね、車をね、行かせますからね、後ろからね、車が来てるからですね。はい、こうほら、車が行くとですよ、ゆっくり走ってもですよ、いいでしょう。ちょうどね、目の前にほら、風車が見えますからね。226号線ですね。はい、戻しますね。それでですね、この前のその見晴らしのいいところ。で、これはね、なんで通り過ぎたかというとですね、私はもうその展望所は海側の方にあると思ってたんだよ、左側。だから、その頃はほら、今でも本当はそうなんですけど、正面しか見てないんですよ。だから、さっきの風車にしても、チラッ、チラッて見て発見できたやつですね。もう本当はですね、このね、ちょうどね、そうね、30メーターぐらい先の真ん中を、こう見てるんですよね。で、その時はさっき言ったみたいに海を見るわけですからね、こっちの日本海、すいません、太平洋の方をね。だから、今あれですね、風車が見えたけど、こっちを向いてるかと思ったらあっちを向いてましたね。ああいうのもね、気づくようになりましたよ。ほんでですね、ここけ、ちょっと待ってくださいよ。ここけ、ここのことけ、いや、ここのことじゃないんですよ。そのね、展望所はここじゃない。あ、そうそう。ここけ、あ、ここだ。ここだ、ここだ。ここ、ここ、ここじゃないと思ってですね、通り過ぎたところがここだったんですよ、ほら。右側にあったわけ。だから、その時の今の、光景って言ったら、あそこでですね、私はですね、もう視線を切ってるわけですよ。ああ、よかったよかった。
あ、とりあえずはですね、ここでですね、一旦はですね、ちょっと待ってくださいね。